お前たちはマスターについていけないんだ。あれ？こちらに。何？なんか急にイベント発生しない？あ、違うか。なんかなんだこれ。あ、これね、もしかしてクエストだったからかも。なんかここってカンタンが仕切ってるみたいな感じだったんだけど、そのカンタンは実は、なんだったっけな、クエストやったら分かったんだけど、なんか、恨みというか、敵討ちする目的があったんだよね。で、その理由は村人は全員知っていて、みたいなことがあったんだよ。もしかしたらそれの信仰的なもので、村のなんか情景が変わってるというか、ほら、そろそろ出るぞ。なんか戦いに行こうとしてない？そうそうそう。クエストでしか味わえないね、そういう、なんだろう、裏話的なのもあるんだよね、これ。これ二人じゃ運べなくね？あ、向こうか。さあ、左に宝箱、あ！久々じゃん！ミド、ミスリルの兜もなんとかなった。間もなく届くだろう。ありがとう、クライブ。これで二歩前進。はい、あと一個やな。さて、残るはミスリルの盾なんだけど、こいつが悩みの種でね。ここが本題ってわけか。どういうことだ？ミスリルの盾には内部の熱に耐えつつ外部からの腐食を防ぐ役割がある。問題はその熱さ。あまりに高温で波の走行じゃ熱に負けてすぐに傷んじまう。だからって鉄や異物を仕込もうもんなら今度は重量過多だ。鎧や兜が重い分なんとか軽くしなきゃならない。クリスタルでも使うか？熱に強くて軽い。この両立が難しくて困ってるんだよ。ハルポクラテスに相談してみるか。出た、ハルポクラテス。手がかりとなる文献を知っているかもしれない。確かに語り部じいちゃんは物知りだしな。クライブ任せていい？必要なことはこれにまとめてあるから。じいちゃん、じいちゃん、俺このじいちゃん大好きだからね。ハルポクラテス、今話をしても。なんだね、クライブ。ミドの悩みを解消してやりたい。これを見てくれ。はい、ミスリルの盾の覚書と。クリスタルを使うんじゃないの？それ以外あんのかな？オリハルコンとか？もう持ってるよ、うん、俺。特殊装甲ミスリルの盾か。あの娘の奇想にはいつも驚かされる。しかし、この必要なことというのは。内部の熱に耐えながら外部からの腐食を防ぐ。さらに装甲自体も軽くしなければならない。その両立にさすがのミドも苦戦してたな。なるほどの。それであんたに相談して何か手がかりでもと思ったんだが。クライブ、どうした。答えというのは案外と近くにあるものだ。んー、というと？この隠れ家は黒の一帯に侵された水、黒の水の中に立っている。そうだね。だが黒の水は普通の水に比べ木や鉄を早く腐らせてしまう。うん、ああ、だから大工のバードルフや船盛りのオボルスはよく防腐用の薬剤で補修ってことは。それか、薬か。ザンブレクに伝わる古い文書に月の雫という熱を和らげる薬の記録がある。それを城壁などに投布することで竜の炎や戦火から城を守ってきたとな。ならその月の雫を作ることができれば、防腐用のものと合わせることでミスリルの盾の要件を満たせるやもしれん。良い機会だ。わしも協力しようじゃないか。異なる二つの薬剤を生かすにはそれを塗る装甲にも工夫をせねばなるまい。この知識を装甲作りに役立ててみせよう。助かる、ハルポクラテス。月の雫と装甲、手分けして進めるぞ。なんかこのじいちゃんさ、すっげー今更だけどキングダムハーツに出てきそくね。結構雰囲気似てる。あれか、ミッキーのあのじいちゃんみたいなやつや。帽子かぶってる。それで私たちが呼ばれたってわけね。そうだ、月の雫の原料の買い付けに行かなければならない。え、どちらか付き合ってくれ。もう一方はわしの装甲作りを手伝ってもらえるかね。これ酷だな。ええ、任せて。待って、私もいいわよ。
二人ともありがとう。どうしよう。クライブ、分担はお主に任せる。決まったら教えておくれ。これ間違いなくジル、ほぼ100ジル選んでるでしょみんな。ちょ、これ言うのは一回セーブなんだよ。ほぼ100ジル、だって俺もほぼ100ジルだもん。で、もう一個できないんだよね、セーブ。ん？あ、できるじゃん。でも、わっけわかんなくなっちゃう。どっちがどっちだ？セーブデータにって、俺ギャルギャってんのかよ。俺だけギャルギャってんだよ。あなたと一緒に買い付けに出かけるか、ここに残って装甲作り。いや。私とジルのどちらと出かけるのか、あんたが選んでくれればいいわ。でもここは、あなたと一緒に買い付けに出かけるか。あ、わかったわかった。ここまででね。ドライブ、原料の、さて俺の人生は一度しかないんだ。俺はジルとタルヤどっちと付き合いたいんだ、どっちと結婚したいんだ。ジルだよな。抗えねえ。わかったわ。ところで何が必要なのかしら。いやもうこれ楽しみやな。文書に書かれておったのはこれらの品だよ。チョコボの卵にピピオの実。ピピオの実。他の原料もそのあたりで買えそうなものばかり。昔の薬剤だからもっと大変かと思った。それらも当時は入手困難だったようでな。故に月の雫は次第に作られなくなり歴史の影に消えた。しかし今では当たり前の品々。うーん、ノースリーチのマルシェで揃うはずだ。マルシェか。クライブ、先に向かっておくわ。ちょうど買い物があったから。あ、後で合流しよう。なんかジルちゃん色っぽくやってんない？ちょっとなんかお姉さんの。行ってらっしゃい。あ、はい、すいませんでした。タルヤ、そっちも頼んだぞ。ごめんなさい、2週目でよろしくお願いします。いやー、これ2周目だってさ、1回きりの人生なんだから、セーブ新しく作ってもうルンルンなんだよ。ほらルン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 、セーブデータ2つ作ってね、やり直すとかね、言語道断。そんなやつがいたらもう俺がね、ほら説教したるわ本当に。ジル、ここにいたのか。あ、クライブ、いくつか店を覗いてみたけど、確かにここなら月の雫の原料が揃いそう。いろいろ買わなきゃいけないから別々に探した方がいいわね。わかった、俺が買うものを教えてくれ。それじゃあクライブは、ニンニクとピピオの実をお願いできる？買い物が済んだら門のところで落ち合いましょう。さあ、ニンニクでね、勢力しっかりつけて、ピピオの実でね、俺のピピオ元気ピピオピ。どう？ピピオピ。クライブ原料は変えた？やべ、頭溶けてるわ今。これだ。ピピオピです。さあどうだ、渡しちゃっていいのか、ジルにもニンニクとピピオの実を。いいのか。こっから楽しみやからな。もう今夕方でしょ、こっから夜が明けて。ニンニクとピピオの実。はい、うん、大丈夫ね。語り部から頼まれていたものはこれで一通り揃ったわ。まだ時間があるな、どうしような。うん、ねえクライブ、おお、少し話していかない？喜んで。来たよ。来た、これ。あ、まだ夕方か。こうやって過ごすのもなんだか久しぶり。このところ大きな戦いが続いてたから、ジルとの買い物なんて子供の頃を思い出すよ。よくロザリスの城下町へ行ったな。小さいトルガルを連れてね。何にでも興味を持って歩き回るから探すのが大変だったわ。今じゃこんなに大きくなったけど。そういえば買い物があると言ってたが、欲しいものは買えたのか。ね、先に買っておいた。ここに美味しいパイが売ってるって厨房のモリーさんに聞いていたの。だからあなたと食べたくて。嬉しいよジル。ねえ見て、このパンもすごく美味しそう。
スープに浸して食べるのもいいけど、さっきの店の干し肉と一緒も捨てがたい。ジール、意外と食いしん坊なんだね。あ、ごめんなさい。新たな一面だわ。買い物のためだけに出かけるのは子供の頃以来だから楽しくって。クライブ、好きだよ。私は今人として生きられてる。違うか、早まった。ああ、ジルは人だ。そうやって買い物を楽しめてるのが何よりの証拠だろう。君はもう獣じゃない。よかった。クライブ、ありがとう。よーし、今夜は獣になっちゃおうかな。お、長居しちゃったわね。何？戻りましょうか。この原料をタリアに調合してもらわないと。事故か。先に戻って支度をしておくわ。手間をかけるな。うん、いいのよ。今夜はお楽しみだったな。いやー、ジルちゃんと来れてよかったよ。おい、お前見て、何も見てねえだろうな。ちょ、内緒にしとけよ。な？お前急にエンディングぐらいに喋り出してさ、あの時、僕見ちゃったんだよ。みたいな。あ、よし、帰ろう。ちょっともうこれ以上ね、寄り道してると大変なことになるから。ちょっと帰ろう。冷静になろう、みんな。ね。何もなかった。いいな。何も見てなかった。いいな。はぁ。アルポクラテスに報告しよう。でもなんかね、嵐の前の静けさ感がめちゃくちゃ漂ってくるよね。お、ちょっと聞こう、この人に何が起きるのか。え、空をかけるの？明るき際は今日も希望にも揺る。これミドのことじゃない？明るき際ってミド明るいもんね。え、もしかしてこれ空を飛ぶ船？まあ、そんなことねえか。そんなことねえよな。でも分かんないけどね。でもこれ嵐の前の静けさ感が半端なくて、もう最終決戦に行くかのようだよね。戻ったのね。薬剤を調合する支度はできてるわ。よし、じゃあもうこれで完成しちゃうぜ、船が。アルポクラテス、戻ったぞ。おお、クライブ。原料の買い付け、ご苦労だったの。今しがた。月の雫の薬膳をタリアに伝えたところでな、原料も揃っておるし、こちらは問題ないだろう。調合は私に任せておいて、しっかり作ってみせるわ。あ、頼む。装甲の方はどうだ。バードルフやオボロスにも協力してもらってな。早いね。なんとか形になった。もう少しでできるみたいよ。ありがとう、みんな。ちょっと楽しみだな。それじゃあジル、月の雫の調合を手伝ってもらえる？え、分かったわ。え、これさ、ここまで来てケアルがないってすごくない？もしかしてジルがケアルを覚えるとかそういう感じ？そっか、ケアルリングがあるとか。そうだ、クライブ。はい、何でしょう。二人の時間、楽しかった。また今度ね。たまらん。この一言は。いやー、クライブに礼を言われば。おいおい、今のセリフなんだよ。なかなかに面白いひとときを過ごさせてもらった。お前まさかタリアと。走行ができたら。あ、違うか。月の雫と防腐用、はい、二つの薬剤をまんべんなく溶くせねばならん、はい、ミスリルの盾ができるまでもう少しかかりそうだ。お主からミドに知らせてやっておくれ。承知。ああ、伝えておく。感謝するよ、アルポクラテス。いやもうちょっとこのイベントあれだわ、楽しくてしょうがなかった俺。またアビリティがっつりもらえるな。いや怪しいぞ、しばらくなんかもう一本道みたいな。これでミスリル装備は揃ったな。ミドに伝えてやろう。寄り道で経験値とか稼げないから、今のうちにアビリティよこしておいてやろうみたいな。いやもうその匂いがプンプンしてくるんだよな。シドがフーゴを倒してくれた。でも今からあのね、バハムートとなんかやるんじゃねえかなっていうのはもう俺の直感が言ってて、それはね、次のダイヤモンドソードだっけ、なんか竜の聖杯みたいなやつを使うんだよね、素材で。だからおそらくそれはバハムートの素材だから、
まあ、やるんじゃねえかな。まあ戦う理由がわからんけど、もしかしたらなんか暴走して操られてね、なんかやってんのかもしれん。さあどんな感じにできるんだろう。待たせたなミド。排熱装置の部品がすべて揃ったぞ。どうやってミスリルの盾を。任せろ。今あー倒しちゃった。アルポクラテスたちが仕上げてくれている。すごいや、やっぱりクライブは頼りになる。みんなが協力してくれたおかげさ。それじゃ部品を組み立てる段取りをしとかなきゃ。ブラックソンじいちゃんの手も借りよっと。空飛ぶ船だったらやばくない本当に。まあでも文明とか世界観ぶっ壊しだけどね、それだったら。ミスリル機関の排熱装置とは、そんなとんでもないものをよく思いつくもんだ。褒められたな。呆れてんだよ。ミスリルの鎧を軸に構えるとなりゃ、ここじゃ狭くて無理だな。よし、組み立ては外でやるぞ、ミド。用意できた部品からデッキへ運ぶよう、みんなに伝えてこい。はいよ。それとハンマーを持ってきておけ。ここからは力仕事だ。承知。承知。もうルンルンじゃん、ミドちゃん。かわいいな。さあ、どんな感じなんだろうね。バカでかい船って俺持ってんだけど、どうなんだ?しばらくして、出ました。ん?ん?え?それ?あ、なるほどね。すべてを合体して、一つの部品を作り上げましたと。だから別に船、え?もしかしてここが動くのか?このまま。なわけねえよな。やったー!排熱装置ができたぞ!ああ、我ながら惚れ惚れする出来だな。ありがとな、クライブ。ブラックソンじいちゃん。あとは、こいつを3機作るだけだ。マジか。なんだと?あれ?言ってなかったっけ?言ってなかったよ。エンタープライズに搭載するのは全部で4機。排熱装置一つじゃ熱を逃がしきれないからな。あと3つも。心配しなくても大丈夫さ。この排熱装置を見本にして残りはカンベルの工房で作るよ。やれやれ。ま、何はともあれ一休みしようぜ。そうだよね。俺は今エンタープライズ号っていうのにこう、この部品が、あ、見て、必要だから作ってるわけで。船作ってるってミド先生が言ってたね。この子たちずっと追いかけてきてるね。あれが船になるの本当に。そうだよね、俺も思う。なんか楽しそうだろ。すごいな、なんかミド先生めっちゃ慕われてる。まあでも慕われる理由わかるよな。ミド、どうかしたのか。エンタープライズのことを考えてた。あの船を設計した目的は遠い海の向こうを調べるため、もし黒の一帯の及んでない大地を見つけることができれば、たとえバリスゼアが全て沈んだとしても人は生き延びることができるかもしれない。私と父さんはそれを最後の希望って考えてた。だけどこうやって完成が近づいてきてふと思ったんだ。みんなで作ったエンタープライズをそんなことに使いたくないって。素敵な希望だけどね。なあクライブ、最後の希望なんて本当はまっぴらごめんだ。そういうことか。エンタープライズで楽しく船旅ができるそんな世界にしてくれよ。約束はできない。だがそのために全力を尽くそう。クライブらしい。そうだな、エンタープライズが完成したらクライブに預ける。クライブが目的を果たすまで好きに使ってくれ。いいのか。父さんもきっとそうしただろうから。ありがとうミド。さて、父さんとみんなの墓参りだったな。あ、そうだそうだ。お前を連れて行くのに随分遠回りになった。忘れてた墓参りのこと。あー、ちょっとやることを思い出した。すぐに片付けてくる。おい。あ、わかった。オットーのところで待ってるぞ。了解。いやもう俺ゴリゴリ船自分のものだと思ってたわ。今自分のものだったんやな。ミドの意志を引き継いで、シドの意志も引き継いで。お、新しいクエストが発生しました。
これはやらなきゃだね。オットのやつ行く前にだ。向こうのクエスト行こう。御堂工房長が考案した製薬機を仕上げている。これは様々な薬の生成を迅速かつ正確に行うことができる装置なのです。装置自体は概ね完成しているのですが、そこで指導、材料の入手に協力していただけませんか。何ができるんだろう。ポーションとかを買うじゃなくて作るみたいな。どうやらこいつが素材を持っとるらしい。なんとボムキング。あ、でも意外とちっちゃいな。 B ランク、あ、楽勝やろ。俺はもうアトラスに勝った男だからな。未だに引きずってるぜもう俺の中で武勇伝だから。33レベル、あー余裕やもう。はいはいはい、なんかやばそう。うお、えっぐっ、めっちゃちょっと待って、近づけねえ。オッケー、さあ何ができると楽しみだね。もしかしたらまたポーションとかの効果が上がるやつかもしれないな。ご覧ください、釜ができたぞ。名付けてテラモン製薬機。テラモン製薬機、ギド工房長の自信作です。よかったな。これもシドの協力があってこそ。何かお礼をさせてください。隠れ家のみんなのためだ、気にしないでいい。しかしでしたらシドが愛用されている薬カバンを使いやすくするというのはいかがでしょう。なるほどね、薬カバンを。ちょうどテラモン製薬機での試作として皮を柔らかくする薬剤を生成していたのです。普通は破棄するような硬い皮を再利用できれば隠れ家の物資にも余裕ができますからね。シドの薬カバンに使えば普段の使い勝手が良くなるかと。持てる数が増える。そういうことならありがたく受けよう。それかなり熱い。わかりました、それではしばらくお待ちください。今43しか持てないんだけど54になるってことじゃない。え、これめっちゃ嬉しいな。戦闘クソ楽になるぞ。多分そうだと思う。指導いかがです。なるほど、確かに使いやすいな。それは何よりです。感謝するよ。こちらこそありがとうございました。引き続きこの工房で研究を続け、隠れ家での生活に役立つ品々を作っていきます。指導期待していてくださいね。いいんじゃない。今回さ、解毒薬とかそういうのないから多分そういう強化だと思うんだよね。てか状態異常ないのかな今回。はい、うわー最高ね。最大所持数アップ、ブーンって出るんじゃない。また出ないかな。何個になるんだろう。まあ2個増えたら最強だけどな。多分1個だろう。でん、2個増えとる。あ、ポーションだけ2個だ。おお、6433になるったって。え、いいじゃん。これだいぶ違うよ。だってさ、リスキーモブのあの一番強いやつ狩るとき本当にギリギリだったからちょっと欲しかったんだよね。じゃあ続きいきますか。届いた品です。はい、ここもね解放しちゃいましょう。今お渡ししますね。次は700だって。あ、もうちょいじゃん。え、結構早いね。俺だいぶ溜まってんだな、ポイント。また来てくださいね。めっちゃやってるからな。はい、行きましょう。よう、クライブ、御堂墓参りに連れて行くってだけで本当だよ、とんだ騒ぎになっちまったな結構あったよ、お使い。それで、あいつはどうした。なんかまた研究してきました。やることを思い出したらしい。すぐに片付けるから少し待つようにと。御堂がそう言ったのか。しばらくかかるな、これは。クライブ、そりゃあいつが面倒ごとから逃げる時の上等句だ。お墓参り行きたくないのか。墓参りをすっぽかすつもりだぞ。そういうことね。まったく、デッキを見てくる。いやでもなんか子供だもんね、シドの。行きたくない気持ちもわかるけどな。まあそれこそまだ事実を受け入れられてないのかもしれないな。まあそれはそれで他っといてあげてもいい気がするけどな。オボルス、ミドを見なかったか。さっき出てったぜ。遅かった。向こう岸まで送ろうとしたら小舟を一艘買い取ってそのまま自分で漕いで行っちまったさ。相変わらず元気な嬢ちゃんだ。そうそう、ちょうど俺もシドに用があった。あんた宛ての手紙を預かってる。なんだろう。何でも急ぎだからってロズフィールド教の使用人から直接渡されてな。ロズフィールド教だと。ありがとう、オボルス。いいってことよ。ちょっと待って、ちょっと待って、ロズフィールド教からなんか来たって。おじさんは一体何を。あ、おじさんか。ルサーズ教じゃなかったわもう俺さ、ちょいちょいキャラの名前忘れてんだよな、ごめんな。
自由都市カンベルの一人から奴が支援しているエンタープライズのことを聞いた。早えな、お前。だが話によれば無許可の大型船の造船にカンベルの役人どもが嗅ぎ回っているようだ。あ、ダメなんだね、無許可で作っちゃ。このままでは手回しして新たな港の建築にも影響が出る。そこでガブ君の力を借りられないだろうか。連中の動きに探るのに一役買ってもらいたい。ガブはなんか本当にスパイみたいなやつだからな。ガブをカンベルに名指しとなれば奴も喜びそうだ。いやでも俺ガブ好きだからね。そうそうそう。でもそういう役割だからめっちゃ好きなんだよね。なんか出しゃばらない主役みたいな。影の主役。それじゃ結局、ミドにうまいこと乗せられたってことが？ってことになるかもね。まんまとやられたよ。いや、いいんじゃないでも。いなくなっちまったもんは仕方ない。次の機会には、ゼアヒでも連れて行ってやる。しかし、みんなで何かを作ったのなんて、この隠れ家を建てた時くらいだ。楽しかったよ。ああ。そうだな。さて、俺は墓参りに付き合ったらカンベルまで行ってくるわ。ローズフィールド教のご指名とあれば断るわけにもいかないぜ。俺もその足で出かける。また留守を頼むぞ。おっと、任せておけ。シドとみんなによろしくな。そうだクライブ、ジルから伝言があった。少し遅れるから現地で合流するってさ。ん？それじゃあ俺たちだけで先に行こう。なんだろうか、なんだろうね。シドに会いに行くからおめかししにしてくるみたいな感じ。いや、なくはないし、どこも行けなくなってる。しかも旧隠れ家なんだ。え、で俺なんとなくだけど、ミドは人前で泣きたくないんじゃないかな。あんだけ元気なキャラだからさ、やっぱりなんか泣きたくないとかそういうのあると思うから、それで行きたくないって言ってんじゃないかな。うわぁ、ここさ、崩壊してから来るの初めてだもんね。あ、お墓それなんだ。パンジー持ってるぞ、俺。シド、いつだったか俺に言ったよな。伝わらない言葉は発していないのと同じだって。言ってた言ってた。でもこれだけは言わせてくれ。フーゴ・クプカは死んだ。みんなの敵を討ったよ。あの時、もしフェニックスの力があれば、シドも、みんなも助かったのかな。フェニックスにも死は覆せない。命には限りがある。だから、俺たちは生きなきゃならない。人が人として生きられる世界が来る、その日まで。遅くなったわ。珍しいな、顔を出すなんて。仕入れに出る前にあんたたちの顔でも見ておこうと思っただけさ。ここに来るまでの道のりも随分と様変わりしちまった。ああ、黒の一帯は遠くないうちに大陸全土を飲み込むだろう。ならやることは一つだ。
大地のエーテルを守るためマザークリスタルを破壊する。風の大陸に残るマザークリスタルはドレイクテイルだけだ。じゃあ決まりね。自治領島へ向かう。今やあそこはザンブレク公国の首都だ。クリスタル自治領だった頃とは勝手も違うはず。仕掛ける前に一度様子を見に行った方がいいだろうな。そのつもりだ。自治領島へ向かうんだったらこの子を連れて行くといい。グツを忘れたのかい。あんたはちまたじゃ滞在人なんだ。行商人の用心棒ってことにすりゃ一目もごまかせるってもんさ。悪くない考えだろ。お前さん家事道具を欲しがってたろ。ついでに買っといで。本当にいいのかい。やった。いや、ありがとう。ばあさん潰れちゃう。やめな。でかい数体して子供じゃあるまいし。グッズかわいいな。いずれタイタン目覚めねえかな。グッズにダルメキアのボクラド市場から自治領島行きの乗り合い馬車が出てる。もともとは行商向けの馬車だ。グッズの承認札があれば乗れるかもしれないよ。クリスタルロードを長々と旅するよりはずっと安全なはずだ。ありがとうカロン。グッズよろしく頼む。喜びすぎでしょ。こちらこそ。仕入れが終わったら俺も向かうよ。それじゃあ僕らの位置まで。話しな。痛いんだよバカ。頼もしいアスロだな。ジルは俺と。お、わかった。久々だね。ああ、俺も行ってくる。頼んだぞ。誰に言ってる。お、それぞれの道へ。そうか。見てるかいシード。どうした。ヤッコさん、いい悪党の面構えになったじゃないか。グッズ、ルンルンだね。あ、シード見てんだろうな。なんかいいな。ちょっとほのぼのしちゃったよ。んで、あとドレイクテイルだけって言ってたね。で、それはでも、あれでしょ?これでしょ?でもこっちにもあるからね。これはまた大陸が違うから別ってことか。でも、ここを押さえれば、まあ、この辺の黒の一帯っていうのは侵食は抑えられるのかな?ダルメキアン共和国領、東部。いやー、久々にこの3人だな。お、珍しく何も喋らずに進行だ。クリスタル自治領。相当こっから大変な気がするけどね。彼のおかげで随分楽よ。よかった。お、クエストめっちゃ発生してる。トルガレも心配してくれてありがとう。さあマップは?おー、基本一本道だね。